先ほどのオートリストですね。面白いですね、このケースは。横に開くようにヒンジがついてるんですね。そしてこれが中のキャリバーですね。ちょっとあまりよく見えないと思いますが、このヒンジによって、バレルですね。ゼンマイの入った、メインスプリングの入ったバレルが回る構造になってます。でも今でも元気よく、テンポ振ってます。オートリスト。これも非常にレアな時計の一つですね。あまり市場で見かけることはもうなくなりました。